今回は今田美桜さんについて紹介していきます。秘蔵のセクシーショットがたくさんですので楽しみにしてください。では早速行ってみましょう。今田美桜さんはバスト 86cm、 ウエスト 58cm、 ヒップ 83cm の推定 E カップの細身巨乳ちゃんです。2016年に開催されたミスアイリ2016オーディションで審査員特別賞を受賞し、芸能界への道を歩み始めました。2018年には世界で最も美しい顔100人という外国人が作成しているランキングにもノミネートされています。2021年には映画東京リベンジャーズ日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。若手おかず女優が集結したドラマ3年 A 組今から皆さんは人質です。でヒロイン役を務めた永野芽郁と芸能界で最も交流が深いようで、毎年クリスマスを共に過ごすほどの仲良しです。美少女2人がクリスマスの夜にぐ合わせしていると妄想するだけで股間がジングルベルしてしまいます。巷では豊か胸疑惑もささやかれていますが、脇の下に豊か胸の傷跡がないことや天然のムチムチ感があることから、人工おっぱいである可能性は限りなく低いでしょう。今田義桜は明るく元気なイメージで知られており、演技の幅広さや表情豊かな演技が評価されています。彼女の活躍は若い世代から支持を集めています。これからも今田美桜さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。